浜松駅バスターミナルに停車中の E ウィング。E ウィングは遠州鉄道が運行する空港リムジンバス路線の愛称である。正式名称は空港直行バス E ウィング。現在は中部国際空港線1路線が運行されている。中部国際空港開港に合わせて運行を始めた。故障の E ウィングは一般公募によるものであり。 飛行機を連想させる、ウイングを合わせることで、縁鉄が運行する、空港連絡バスであることを表したものである。浜松市中区の浜松駅、バスターミナル、掛川市の掛川 IC 駐車場、岩田市の岩田インターチェンジ駐車場から、東名高速道路、伊勢湾岸自動車道、下半島道路、セントレアラインを経由し、愛知県常こ市の中部国際空港まで運行する。 ただし、岩田インターチェンジ、掛川 IC 発着便の一部は、浜松西インターチェンジ止まりのため、浜松西インターチェンジでの乗り換えを要する。旧名古屋空港の頃は、公共交通機関で、遠州地区から同空港へ行く場合、鉄道と路線バスなど、複数の交通機関を乗り継がなければならなかったが、中部国際空港の開港と同時に運行を開始した。 道路線により乗り換えの手間が低減し旅行先で滞在できる時間帯が拡大するなど空路利用時の利便性が大幅に向上した。また新東名高速道路の愛知県区間会通後は定時率が大幅に向上している。富士山静岡空港の開港に伴い同空港へのリムジンバスもいいウィングとして運行を開始した。掛川 IC 発で 掛川駅南口を経由していた。他に、静岡県自習運行バスの形態で、ホテルコンコルド浜松、浜松駅静岡空港間を、ノンストップでつなぐ系統も存在していたが、2012年3月24日をもって廃止となり、続いて、同年10月28日をもって、掛川インター、かけ駅南口富士山静岡空港間も廃止。これにより、 道路線は全線廃止となった。かつては三方原営業所も運行に携わっていたほか、共同運行会社として浜松観光バスも運行していた。詳細は遠隔を参照。ありがとうございます。